ククこんにちは、ありがとモミです。今日のビデオなんですけれども、先日お友達に教えていただいたとっても美味しいビストロがあるというので、今日は今からそちらに行ってみたいと思います。そちらのレストランはパリの7区にあるんですけれども、こちらは120年以上続いているフランスの伝統的なレストランだそうです。私も今日行くのが初めてなのでとっても楽しみです。今から行ってみたいと思います。それでは行ってきます。見たかったレストランル・プチルテシアに到着しました。今から中に入ってみたいと思います。とっても素敵な店内です。メニューです。ちょっといろいろ見てみたいと思います。全部美味しそうなんですけれども、私は鴨肉が大好きなので、鴨肉のコンフィをオーダーしたいと思います。こちらのラディッシュはこのパンとバターと一緒に食べるそうです。フランスの伝統的な食べ方だそうです。こちらのルテシアなんですけれども、ルテシアというのはパリが昔ルテシアと呼ばれていたそうです。知らなかったです。今は日曜日の2時半過ぎなんですけれども、店内にはお客様がたくさんいらっしゃいます。こちらは地元でもすごい人気のビストロだそうです。頼んだ料理が来ました。タルタルとフライドポテトと、私は鴨肉のコンフィです。とってもいい香りです。中のお肉がとっても柔らかいです。いただきます。鴨肉のコンフィは結構大鴨肉のコンフィが多いんですけれども、こちらのコンフィはすごく柔らかくて、口の中に広がるバターの香りが絶妙でした。ポテトもカリカリでとっても美味しいです。友達はここのビーフタルタルが今まで食べた中で一番美味しいと大絶賛しております。かなりおすすめだそうです。デザートなんですけれども、ムースオショコラをおすすめしていただいたので、ムースオショコラを頼みたいと思います。ムースオショコラが来ました。すごい大きさでなんか2人用なんですけれども、ムースオショコラ頼んだ時に頑張ってって言われたのでどういうことかなって思ったら大きさの問題でした。今からいただきます。このクラッカーと一緒に食べるみたいです。わあ、すごい。いただきます。
構軽めの、あのあっさりしたムースショコラです。とても美味しいです。この一緒に食べるクラッカーがすごい美味しかったです。店内にはたくさんのこういったアートが飾られてるんですけれども、こちらは昔こちらに食事に来た画家さんたちが支払うお金がなかった時にこちらの作品を描くことによって食事をいただいていたそうです、と今オーナーさんに教えていただきました。本当店内にはたくさんのこのようなアートが飾られています。ということで、地元の方々に愛される昔ながらのビストロル・プチルテシアはいかがでしたか？私も今回初めてこちらのレストランに来たんですけれども、もう噂通り本当に全てが美味しかったです。またパリの好きなビストロが増えました。皆様もぜひパリに訪れた際にはこちらのビストロにいらしてみてください。他にも何か見たい動画のリクエストがございましたら、 YouTube のコメント欄、 Instagram のコメント欄、 DM などでもお気軽にお声掛けください。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございました。よかったらいいねを、ラブなら登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回、アビアント。